悪魔のような素敵な奴は松浦竹雄の小説、及びそれを原作とした映画作品、テレビドラマ。原作は週刊現代に連載。テレビドラマは1964年10月1日から1965年4月1日までネット系列にて放映。ドラマ放映終了後の1965年5月15日に映画が公開された。 ナンパな性格で美容院のチーフを務める美容師の門長史郎は東海創業コンツェルン会長の一本松ライタの息子を自称し会長秘書の三崎道子を利用しながらコンツェルンの革新に近づいていく一本松ライタはかつて広島の同盟の資産家一本松ライタの戦友であったがその一本松家が原爆投下によって家族も戸籍もなくなり これを利用してそのまま、一本松ライタの名をもらい、一本松家の財産を横領した上で、東海創業コンセルンを創設したという過去があった。長四郎は、その、ライタの花をへし折って、社会悪を暴くことを心に誓っていた。1964年10月1日から1965年4月1日まで、ネット系列にて、全26話が放映。 放送時間は毎週木曜日22時23時。放映形式はモノクロ 16mm フィルム。ゲスト出演。ありがとうございます。